カナダ丸、第42話、13.0%。日本シリーズ余波？自己最低更新。俳優の坂井雅人、43、が主演を務める NHK 大河ドラマ、真田丸の第42話が、23日に放送され、平均視聴率は 13.0% だったことが、24日、分かった。日本テレビ、24時間テレビ39、愛は地球を救う、と、重なった、第34話の 13.2% を下回り、自己最低を更新。23日は、フジテレビで日本シリーズ第2戦、広島、日本ハムが放送され、平均 13.8%。同時間帯の、全4週平均は、7.8% で、日頃、日曜夜に苦戦しているフジとしては、6.0 ポイント上昇の上場の数字。この影響とみられる。本放送より、2時間早くオンエアされ、早まるの愛称で親しまれる BS プレミアムは、23日、5.3% を記録。BS は 4% 台で異例と言われる中、ハイレベルな数字を維持している。初回 19.9% の高発進。第2話、20.1% は、2013年、八重の桜の初回 21.4% 以来、3年ぶりとなる、NHK 大河ドラマ、大台超え。その後、15-19% と、好調をキープしている。大河ドラマ55作目。戦国時代、最後の名将、真田幸村、本名、真田信繁の生涯を描く。ヒットメーカー、三谷幸喜氏、55、が、新選組以来、2度目の大河脚本。タイトルの、真田丸、は、大阪冬の陣で信繁が、築いた最強の砦で、同時に、家族の物語として一艘の船に例えた。演出は木村貴文氏ほか。前50話。この日から最終章、大阪の陣編に突入。主人公が、幸村を名乗り、ドラマは佳境へ向かう。第42話は、味方。幸村は久しぶりに茶々との再会を果たす。一方、家康は、幸村が大阪方に加わったことに恐れを抱き、出陣を急ぐ。大阪城に集まった、浪人たちの中には、後藤又兵衛、毛利勝長、長宗壁森力がいた。秀頼は、幸村に総大将になってもらいたいと願っていたが、又兵衛や勝長たちは、激しく異議を唱える。そこで、幸村は一つの策を提案する、という展開だった。